本日は廃道へね来たんですけど、思った以上にちょっとねこんな感じでね雪が残ってまして、まともにね乗れたもんじゃないです。ちょっとねこの先もまあもうちょっと頑張って進んでみて、ダメそうだったら引き返してきたいと思います。まあそのままね引き返してくんのもなんなんで、どっかで昼飯だけまあちゃちゃって食べて戻ってきましょう。ちょっとねこの雪はねもうほぼアイスバーンみたいな感じになってるんで、ところどころ危ないんでね、まあちょっと警戒しながら安全運転でもうちょっと進んでみたいと思います。もうズルズルっすね、ズルズル。ここもね前来た時はねガレがすごかったんですけど、もう雪で隠れちゃってますね。この下ね相当ガレてますよ。ここ雪崩が起きてたんで、雪崩というか土砂崩れ、落石。この廃道落石がすごいんでね、ガレ場の度合いが半端ないですね。場所によっちゃもうほんとフルサスじゃないときついようなとこもあるんで、いやーもうやっぱダメそうだな、これ以上進んでも。あの石をねテーブルにして食いましょうか、昼飯。これ食って帰りましょう、昼飯。ふぅ、いろは、まあ、足冷たそうだな。大丈夫か。おい、大丈夫か。足冷たくないか。おい。あれね、ここ来るまで、舗装路をずっとね、7キロぐらい登ってきたんですけど、そこもね、廃道なんですけど、そこはね、もう全く雪なかったんですよ。で、だんだんこう、頂上になるにつれて、まあ、だんだん雪、こうね、
増えてきまして、今ねこんな状態です。で山登って頂上まで来て、今度こっちに下ろうと思ったんですけど、こっち側の方が今こんな状態なんで、本当はここねすごいガレ場でずっと7キロぐらい下ってダウンヒルできるんですよ。で前回来た時は途中でもう崩れてて、あの道がねと断念したんですけど、で話をね情報を聞いたらもう行けるようになったっていう情報を聞いたんで今日来たんですけど、今日はね雪のため行けないです。残念ですね。また雪解けの頃を狙って、まあ、4月5月ぐらいにねまたここ来たいと思いますね。お茶はねキンキンですね。冷蔵庫に入ってる時よりもなんか冷たい気がする。多分ねイロハもね足が超冷たいんでしょうね。ここ乗ってきましたね。あの足がね冷たくなるとね、こいつねここ肉球がね真っピンクなんですよね。それがちょっと可愛いんですけど、ほんと綺麗なピンクになるんですよ。サーモンピンクにね。いいっすね、こう人が誰もいないって最高っすね。やっぱねこう週に一度ぐらいはねなるべくね人間の顔をこう見ない日をね作った方がいいっすよ。毎日毎日人間の顔見るじゃないですか。でその中にはねクソみたいなやつもいるんすよね、やっぱり。いやそういういったね人間を見ない日をね、まあ週1回ぐらいはねあった方がいいですね。こういう人が誰も来ないところに来て自然を満喫するということで、皆さんね結構いろいろこうしがらみとかあると思うんですけど、こう人間関係とかのね、なかなか一人で外出れないとか、まあその辺はね頑張ってこう自分の時間を作って、やっぱりね一人で遊ぶ時間、考える時間っていうのはやっぱりないとねダメですよ。周りがこうゴタゴタしてるとその環境に流されちゃうんで、自分のねなんか考えとかもまとまんなかったりするし、やっぱこういう一人の時間で周りに誰もいない空間に来ることによってね、結構いろいろねこう頭を冴えたりするんで、こういう時間ねやっぱ作りましょう。大事です。来ちゃダメだお前。もう行くよ。ほら出てきちゃダメだっつうの。じゃあね帰りましょう。さ下りましょう。ここだいたいね標高が946、まあ約1000メーターですね標高。まあ、1000メーターぐらいまで上がってくるとまだこんだけ雪がね残ってるということで、よしじゃあ下りましょう。帰りはね舗装路なんでねあんまり楽しくないですね。まあ一応ダウンヒルっちゃダウンヒルなんですけど、舗装路のダウンヒルなんであんまり楽しめないです。あとでも1ヶ月ぐらいでしたらだいぶ雪も溶けてくんのかな。よし。おお。とてもね乗れたもんじゃないですね。この辺はやっぱりファットバイクとかあとスパイクタイヤの出番かもしれないですね。セミファットでも全然走んないっす。いやでもこれえらい疲れるな。
よいしょ。ほら、ここもやばいですね。崖。ここね、滝になってたんですけどね、水ないっすね。なんだろう、冬ってなくなるのかな。ここね、こっからバーって流れて、そのまま道横切って下流れていったんですけど、水がなんかないっすね、水が止まっちゃってる。うわ、疲れる。だー、疲れる。ダメだ。でね、なぜかこっから急に雪がなくなるという。でもまた雪が始まる。ここだけそんな日当たりがいいのかな。そんな感じしないんだけどね。いい運動だなこりゃ。イロハはたまったもんじゃないね、これ背中にいると揺れがすごくて。やっぱね、ところどころ動物の足跡ありますね。多分ね、鹿でしょうね。おお、風が出てきたな。ほらね、こっち側はもう全然雪残ってないですよね。ここから舗装路のダウンヒルです。ここね、さっき7キロ登ってきたんで、ヒーコラ言いながら大変だったね。